どこにニーズがあるのかわからない。今週のカットシーン。ミハイル先輩、お前が三上さんを。違う、殺すはずがない。なぜなら僕は分かっただろう。僕はこのベイロンシティの治安維持に関する最高権力者だ。さあ、おとなしく武装を。ちょっとシュウ君、少しは手加減した方が。いやー、いつもながらの上からな態度になんかイラッとしてさ。三上さんのことで怒ったんじゃないんだ。痛いじゃないか。何をするんだ君たち。ほら、平気だったろ。人がおとなしく武装解除までしたというのに、この仕打ちは何だ。少なくともおとなしくはないような。大体君たち、ここは僕の意外な正体が判明するという衝撃の展開なんだぞ。もっとそれにふさわしいリアクションというものがあるだろう。いや、そこ本当に視聴者が求めてるところ。仕方がない。もう一度僕が名乗りを上げるところからやり直すぞ。君たちは今一度演技プランを練っておきたまえ。では行くぞ。違う、殺すはずがない。なぜなら僕はこういうものだからだ。ある時は校内人気ナンバーワンの。やっぱいいよね、ミハイル先輩役ね。もうすっごいフリーダムでさ。テープオーディション、キャストさんたちみんな楽しそうにやってたらしいですね。あ、そうそうそう。いや、俺もさ、本当はミハイル先輩役やりたかったんだよね。なんかシュウってさ、ちょっと主役だけどこう微妙に叩かれそうなキャラじゃん。あ、次回エンゲージキスタッキューは流す涙の意味を知らずにです。君たち、巣に戻ってないで僕の話を聞きたまえ。